背番号1番ゴールキーパー本間浩二です。自分の自信のあるプレーというのは、誰もがこれは取れないなというようなボールを止めるというか、セオリー通りじゃなくてこう自分の本能だったり、直感だったりを信じてするようなプレーっていうのはちょっと人間離れしてるところがあると思うので、そういうところを見て驚いてくれたら嬉しいです。好きな食べ物は、もちろんミートナットは大好きで、子供の頃からよく食べて今でも食べております、毎日。まあ、あとはフルーツが大好きですね。フルーツの中でも桃だったりが大好きです。水戸の好きなスポットはやはり偕楽園だったり千波湖だったり、あの辺周辺でしょうかね。僕も子供いるので子供たちと散歩行ったりよくします。今年の目標は、もちろんやるからには全部勝ちたいと思ってますし、一番てっぺんを目指したいと思います。その中で、まあ、最低限でもね、一桁順位っていうのと6位以内っていうのを、この3つの目標設定があるので、必ず努力はクリアしたいと思います。今年もシーズン始まります。スタジアムで僕たちの姿を後押ししてください。よろしくお願いします。